哺乳類の5種類のヒストン H1 タンパク質の多重配列アラインメント。配列はタンパク質の120から180番目のアミノ酸残機。すべての配列で保存されている残機は濃い灰色で強調されている。アラインメントの下の記号は保存残機、保存的な置換、純保存的な置換、非保存的な置換を表している。 進化生物学において、保存配列とは、主観にまたがって、もしくはゲノム中に存在する、類似した、もしくは同一の拡散、タンパク質配列のことである。主観で保存されている配列を、オルソログ配列、ゲノム中で保存されている複数の配列を、パラログ配列と呼ぶ。保存性は、その配列が、自然選択の過程で、維持されてきたことを意味する。 高度に保存された配列は、系統樹を遥かに遡っても、比較的変わらないままであり、それゆえ、地質時代的なタイムスケールにおいても同様である。高度に保存された配列の例は、生命のすべてのドメインに存在するリボソームの RNA 要素、真核生物に広く存在するホメオボックス、そして細菌のトムナなどである。配列保存性の研究は、ゲノミックス、 プロテオミクス、進化生物学、系統学、バイオインフォマティクス、そして数学の研究分野と重なる。DNA の遺伝における役割の発見と1949年のフレデリック・サンガーによる動物士官のインスリンの際についての報告は初期の分子生物学者たちを分子レベルの観点からの系統学の研究へと促した。1960年代。 DNA ハイブリダイゼーションや、タンパク質の交差反応性に基づいた研究によって、ヘモグロビニや、シトクロム C のような基地のウルソログタンパク質間の類似性が測定された。1965年、エミール・ズッカー・キャンドルとライナ・スポーリングは、分子時計の概念を導入し、定常的な突然変異率を2つの生物が、 分子してからの時間の推定のために用いることができると提唱した。初期の系統発生は化石記録とよく一致している一方で、いくつかの遺伝子については異なる速度で進化しているように思われ、そこから分子進化の理論のさらなる発展がもたらされた。1966年のマーガレット・デイホフによるフェレドキシンの配列比較は自然選択は生命に、 必須のタンパク質の配列を保存し、最適化するように作用すると示した。いくつもの世代にわたって、ある進化系統のゲノム中の拡散配列は、ランダムな変異や結出によって、時間経過とともに徐々に変化していく。また、配列は、染色体の再編成によって組み替えられたり、結出したりすることもある。保存配列は、このような変化への圧力にもかかわらず、 ゲノム中に存在し続ける配列であり、突然変異率がバックグラウンドレベルよりも低い配列である。拡散配列の保存はコーディング領域であってもノンコーディング領域であっても起こりうる。コードに保存された DNA 配列は何らかの機能的な価値を持つと考えられているが、多くのコードに保存されたノンコーディングな DNA 配列の役割はほとんどわかっていない。 配列が保存される程度は選択圧や突然変異に対する眼鏡性、集団サイズや遺伝的不動の影響を受ける。DNA 上にコードされているアミノ酸は3塩基が1組で決定されており塩基はアッテクックの4種類であるのに対して DNA 上にコードされているアミノ酸は20種類である。したがって理論上 DNA 上に 高度可能なアミノ酸の種類よりも少なく別な塩基配列であっても同じアミノ酸を高度している場合もある。コーディグ領域に変異が発生してもタンパク質のアミノ酸配列に影響しない同義的な変異をサイレント変異という。サイレント変異が起こっても作られるタンパク質は同じなのでこのような変異が起きたとしても影響が少ないため保存性は低くなりがちである。 アミノ酸配列は、タンパク質、またはタンパク質ドメインの構造や機能を維持するよう、保存される。保存されたタンパク質は、アミノ酸の痴漢が少ないか、もしくは類似した、生化学的性質を持つアミノ酸への痴漢が起きやすい、傾向を持つ。配列の中でも、フォールディング、構造安定性、もしくは、結合部位を形成するアミノ酸は、 タンパク質の機能に変化をもたらし得るため、より高度に保存される。タンパク質を高度する遺伝子の拡散配列は、他の選択圧によっても保存される。生物種によるコドンの使用頻度の偏りは、配列中の同義値間のタイプを制限する。メッセンジャー RNA で二次構造を形成する拡散配列は、翻訳に悪影響を与えるものもあるため、不利な選択を受ける。 一方でそのメッセンジャー RNA が機能的なノンコーディング RNA としても機能する場合には保存される。ノンコーディング配列はリボソームや転写因子の結合部位や認識部位となるなど遺伝子発現の調節に重要でありゲノム中で保存されうる。例えば保存された遺伝子やオペロンではそのプロモーター領域もまた保存される。タンパク質と同様に ノンコーディング RNA においても構造と機能に重要な拡散は保存される。しかしながら、タンパク質を高度する配列と比較して、無くなにおける配列保存性は一般的に乏しく、その代わり構造や機能に寄与する塩基体の位置がしばしば保存されている。例えば、インターロイキン22の遺伝子の付近にもそのような場所が見られる。保存配列は 一般的にシーケンスアライメントに基づいたバイオインフォマティクスによるアプローチによって同定される。ハイスループットな DNA シークエンシングやタンパク質質量分析の手法の進歩によって2000年代初期以降、比較可能なタンパク質配列やゲノム情報の量は格段に増加した。保存配列はブラストやハマー、インファーナルなどのツールを用いた愛動性。 検索によって同定することができる。アイドウ性検索ツールは個々の拡散、またはタンパク質の配列をインプットとして用いても良いし、基地の関連する配列の多重アラインメントから生成された統計モデルを用いても良い。プロファイル HMM や構造情報を組み込んだ RNA 共分散モデルのような統計モデルは、より関連性の低い配列を検索する場合に、 有用である。入力された配列は関連個体または他の種の配列のデータベースに対してアラインメントされる。その結果は一致するアミノ酸の数やアラインメントによって生じたギャップや血質の数に基づいてスコアリングがなされる。許容される保存的な置換はパムやブロッサムのような置換行列に基づいて同定される。高スコアのアラインメントは 相同配列からなるものと推定される。グラム陽性細菌のレクサタンパク質結合モチーフをシーケンスロゴによって示したもの。5番目の位置のアデニン残機は高度に保存されており他の文字よりも大きく示されている。多重配列アラインメントは保存配列を可視化するためにも用いられる。クラストルフォーマットにはアラインメント中の保存残機の位置に注釈をつける。 プレーンテキストのキーがあり、保存された残機の位置が、アスタリスクで、保存的な変異の位置が、コロンで、純保存的な変異の位置が、ピリオドで、非保存的な変異の位置が空欄でそれぞれ示される。シーケンスロゴも、アラインメント中の各位置における残機の割合を、高さによって表すことで、保存配列を表現する。ホールゲノムアラインメントも、また、 主観で高度に保存された領域を同定するために用いられる。現段階では、組み替えや反復配列、そして、新核生物のゲノムの大きなサイズを扱う、計算の複雑さのために、我がのツールの正確さやスケーラビリティには限界がある。しかしながら、30以上の禁煙の細菌についての我がが実現可能なものとなっている。他のアプローチでは、 統計的な検定に基づいた保存性の測定が用いられ予測されるバックグラウンドの突然変異率とは異なる変異率を示す領域の同定が試みられている。ジャープフレームワークは主観の遺伝的配列の保存性を評価する。このアプローチでは多重配列アライメントからある生物種のセットにおける中立的な突然変異率を推定し その予測値よりも変異が少ない配列領域を同定する。そして、これらの領域は予測されるバックグラウンドの突然変異率と観測された実際の突然変異率との差に基づいてスコアリングがなされる。高いジャープスコアは高度に保存された配列であることを意味する。ファイロップやファロームのようなアプローチでは置換率の確率分布を比較する。 統計系統学的な手法が組み込まれており、変異の保存と加速の両方を検出することができる。はじめに、系統時に基づいて多重配列アライメント中のあるカラムで起こると予測される痴漢の数のバックグラウンドの確率分布が生成される。目的の主観の進化的関係は任意の痴漢の優位性を計算するために用いられる。すなわち、 極めて近縁の主観の変異は、当縁の主観の変異よりも起こりにくく、それゆえより優位である。保存性を検出するため、多重配列アライメントの一部に対して、確率分布が計算され、誘導比検定、またはスコア検定のような手法を用いて、バックグラウンド分布との比較が行われる。そして、二つの分布を比較して生成された P 値をもとに、保存領域が同定される。 超保存エレメントは複数の分類群にわたって高度に類似したもしくは同一の配列である。UCE は最初に脊椎動物の間に見つかり、続いて次第に幅広く異なる分類群の間で同定された。UCE の起源や機能はほとんどわかっていないが、有用膜類、昆虫、そして動物と植物といった 自質学的とも言えるタイムスケールにおける差異を調べる際に利用されてきた。最も高度に保存された遺伝子は全ての生物に見つかる遺伝子である。それらは主に転写や翻訳に必要とされるノンコーディング RNA やタンパク質であり、全生物の共通祖先から保存されていると考えられている。普遍的に保存されていることが判明している。 遺伝子もしくは遺伝子ファミリーには GTP 結合型翻訳新調因子メチオニルアミノペプチダーゼにセリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼ ABC 輸送体が含まれる。RNA ポリメラーゼやヘリカーゼといった転写装置の構成要素やナ、トレナ、リボソームタンパク質といった翻訳装置の構成要素もまた普遍的に保存されている。 保存された配列のセットは、しばしば系統樹を作成するために用いられる。なぜなら、類似した配列を持つ、生物種は禁煙関係にあると考えられるからである。どのような配列を選択すべきかは、その分類学的研究の視野によって異なる。例えば、最も高度に保存されている 16SRNA や、他のリボソームの配列は、 系統樹の根元に近い部分の関係性を再構築したり、メタゲノム解析において最近の門を同定する場合などに有用である。ある系統群で保存されている一方で、いくつかの変異があるような配列、例えばハウスキーピング遺伝子などは、生物主観の関係性を調べるために用いられる。ITS 領域は保存された内電子の間のスペーサーとして必要であるが、 急速な進化を経ており、菌類の分類や急速に進化する細菌の菌種の分類によく用いられる。高度に保存された配列は、しばしば重要な生物学的機能を有しており、遺伝疾患の原因を特定する際のスタート地点として有用である。多くの先天生代謝異常症やライゾソーム病は、 個々の保存された遺伝子が変化した結果であり、疾患の症状の根本的要因となる酵素の血質、または血損が引き起こされている。遺伝疾患は、マウスや症状をばえといった実験動物と人の間で保存されている配列を特定し、その遺伝子をノックアウトした時の影響を調べることで予測することができる。またゲノムワイド関連解析も、疾患や ヘルスアウトカムと関連した保存配列の変化を同定するために用いられる。保存配列の同定は遺伝子のような機能的配列を発見したり予測したりするためにも用いられる。タンパク質ドメインのような基地の機能を持つ保存配列が配列から機能を予測する際には用いられる。PFAM や c a n s ベ r e d ドメインデータベースといった保存されたタンパク質ドメインのデータベースが タンパク質をー度すると予測された遺伝子の中に機能的ドメインをアノテーションするために用いられる。ありがとうございます。